本一スパチャもらってる筋トレ YouTuber。 もちろん覚えてますよ。今度は写真じゃなくてゴトレしましょう。本の予約マジでありがとう。自宅まで行ってサインしようか。いや、もちろん鶏胸肉 500g だけど、その質問だけで1000円はやばい。アンジュ君発表会頑張って。スパチャ投げたから気象余裕だよ。皆さん、これじゃあ、こんにちは。今日もシャレジム来てます。今回はデッドリフトをやりたいと思うんですけど、デッドリフトといえば僕は正直そのどの部位に効かせたいっていうのは本当になくて、デッドリフトはリフティングを楽しんじゃってるっていうか、上がることを楽しんじゃって、結果どっかがでかくなってくれればいいかなみたいないう感じで、とにかく重量を上げることに特化したやり方だったりマインドだったりするんですけども、あざみさんの場合はどこを鍛える前提でデッドリフトをいつもされてるかとかありますかね、はい、僕は背中の日にやっちゃうんですけど、はいはいはい、後背筋にデッドリフトは効くのか効かないか問題は、まあ、いつもネットで言い争ってるんですかというのが一方、デッドリフトはハム血の種目だということで足の日にされる方も非常に多い印象なんですけども、多分ね、死ぬほど重いのでやったことある人間しか分かんないと思う、そこは。俺はやっぱり200キロとかでやってたの、当時、はいはい、ハム血しか来なかったね、あと僧帽筋上部、あ、はいはい、もうここで支えるじゃん、まず。そうですね、こんななるわけ重いと、はい、でそうするともうこことこことさ、ここで上げると後背筋に力入れてる暇ないっていうか、そうっすね、だからやり方によっては効くけど、重量によってはちょっとそこまで意識できないっていう感じになってくるのかな。だから、はい、羽賀くんがやってるようにギリギリ攻めるようなやつだと、背中の日に入れるよりはなんか足に入れるべきなのかなとは思いますけど、うん、まあ、ここでこれが使える重量だったら背中でもいいのかなっていう感じです。じゃあ僕だったら220ぐらいだったらちょっとコントロールできちゃうぐらいの感じなんで、多分220ぐらいで落とすと、まあ、背中、うん、だからそれ以上になると、まあ、上げることに必死になっちゃうから、足の日にデッドを入れてもいいかなって感じですね。じゃあ背中のフォームって感じかな、今日は。そうですね、わかりました、はいはい、まず手幅が狭いと肩使えないんですよ、はいはい、落ちてこれ上げようと思うとこうやって上がっちゃうんですよ、はい、そうですね、ここ返しにいけないから、手幅は基本的に肩幅よりもちょっと広いぐらいなんですよ、はい、背中に効かしてる場合は。でこれは、結構広いですね。広くないとここいけないんだよ。これが狭いとどうなるか、この動きができない、はい、当たっちゃって、うん、そうするとやっぱり僧帽筋上部にしか入らなくなっちゃうんで、ちょっと広めに持ってあげた上で、要は背中、これができるようにしたい、はい、こうしないと絶対背中効かないから、はい、でこれが200キロとかだとこのまま絶対こう上がってこない、はいはいはい、だから足にしか効かないんだけど、これができる余裕があれば背中使えるわけ。なるほど。そうすると多少広くないとこれができないわけ。なのでこれを使いながらデッドをします。こういう感じ、これを使って上げていくと。全然違う。でこれあんまり深くすると体がこう倒れるじゃん、はい、でこの体を倒れるのを支えるのがハム血なの、はいはい、そこまでいかなければこっちは力入んないから、はい、ここからもう上げてしまうという、完璧に違うんです。なんかもう本当にここで繰り返す。そう、もう本当にこういう動作ね、メインは、はい、この動作メインにしちゃったら足だと。でも完全に足のトレーニングですね、僕ね。まあ、でデッドって俺は足の種目だと思って、基本的にワンハンドローとかだったら背中だけど、はいはい、だってここで持ってるわけじゃん、手で持ってるから、はい、これがこうなったらもうハム血で支える以外何物でもないもんだって。確かに。そう、手伸びちゃってるし。確かに。でもいいじゃん、デッドの中の背中を作る要素だけをやればデッドでも背中の種目になるし、うんうん、単純にやれば足になるしっていうことで、はいはいはい、大体いつもこんぐらいでやってるんですよ、はいはい、まあ、普通そうっす。そう、パワーリフターがついちゃう。普通の思いっきり上げるタイプのデッドリフターはこうなんですけど、これよりかは広い方がいい。広いと要は背中のこれが使えるので、まあ、とりあえずこのぐらいでやってみますと、うん、まあ引きます。でそうもう本当その動きで背中に入ってるっていう。これを言語化するの難しいですね。まあ、肩甲骨を寄せるというか、うん、本当こうしてるだけみたいな感じ。それをこの肘も使ってこうやっていくみたいな。誇張してやるとこういう、誇張したってちょっと分かる。誇張してやるとさ、背中にしか効かないの。いや、痛いです。でもこれが羽賀君が使うギリギリの重さになるとその動き絶対できない。そうですね、うん、それでやっとちょっと背中に入るかなっていう感じ。まあ、サムレスか、なんか握り込んじゃうかみたいな問題って、まあ、握り込むっていうわけじゃないけど、なんか自分が推奨してるのは指に引っ掛けてギリギリ持てるような感じにしてるんで、まあ、親指の前に少々どっちでも
上ぐらいまでですね。そう、膝上より下げなくて、で背中の返しで、返し伸びたり、そうです、そうです、肘も変えないっていうのが、そう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 です、そうですそうです、そうです、デッドリフトをする際、重量をだけを求めるんだったらこういうリフターの方が使ってるようなこういうレバーアクションのベルトで、ベルトをしない方が筋肉に入る説ってないですかね。僕の話ですよ、はい、ベルトしちゃうと軸が変わっちゃうの、はい、要はここで締められてたらここが軸になっちゃう、そうすると変な感じになっちゃう。そう、なんか正直に言うと60キロの方が背中への刺激の入りがいい感覚があって、この場合ね、ここをしならせたいの、はい、ここをしならせたいからベルト巻いちゃうとここ固定されちゃうじゃん、はい、ここが動かなくなっちゃうから、はい、効きづらいと思う。そう、うん、100キロやりにしてもベルト巻かないでやった方が背中への入りがすごくいい。自分のベルト巻く巻かないの基準っていうのは、腰が45度よりも落ちるような種目ではバイタルだと思うんだけど、はいはい、落ちない種目ってそもそ も脊柱で支えてるから、はい、巻く必要ないんじゃないと思っちゃう。腹圧をサポートするためにこれ巻いてるわけじゃん、はい、腹圧って体が倒れないと絶対腹圧ってかかんない、勝手にかかるもんだから、その時にベルトがあるから助かる、だから体が倒れなければ別に必要ないって思ってるんだけど。じゃあ極論ハイバーのスクワットだったらいらない、これがこうならない限り腹圧って絶対かかんないんで。たまにベルト巻いたままストレッチする人いません？ストレッチってあの何？ストレッチルーム。そうです、それは見たことない。腰が痛いやろ。ああ、もともと腰痛を持ってると、うん、だそういう人は多分コルセットっていうかさ、あの薬局で言ってるやつあるじゃん。 あっちの方がいいです。マジで、はい、あのこれ巻いちゃうと、はい、あの息も苦しいし、そうですよね、肋骨痛くなっちゃうんで、そういう腰痛は多分こういう方がいいと。巻きながら歩いてる人とか、うん、まあそういうことこれをってこと。そうです、なんか普通のゴールドジムのベルトを巻きながら歩いて、そう、変えないだろ。そうそう、変身ベルトがないとりあえず巻けばいいみたいな、うん、まあ、なんで巻くかっていうのが分かってればいいんじゃない、うん、俺もその人の分かんないから意見が、なんで巻くっていうか、なんかあるんだろう。そうですね、なんか楽になるんでしょうね、うん、じゃあ、はい、すみません、はい、セルフトップサイドデッドリフト的な感じですね。そう、みんなやってんだよね、意外と。やってないですよ、結構。これやってる人はね、ゴードさんとかもこうじゃない。ああ、だけどみんな一回バウンドっていうか。ああ、バウンドはダメだね。バウンドしてるってことは、一番重いところを、一番いいところを逃がしてる。まあ筋肉で拾ってないっていう。まあ僕もガンガン床バウンドさせてるんですけど、もう目的が違うから。怪我もしちゃうからですよね。緩むから、その瞬間。はいはい、で、ゼロだったものが100になるわけじゃん。そこで怪我するんだから。はい、リフティングとしての効率は下がるかもしれないけど、はい、筋トレとしての効率は高いような気がしますね。こっからの床引きはすげえ効果あると思う、でも2回目ドスンは意味ないと思う。ああ、僕ですだからこれなんなら280で出てやるときも全然効きますもん。そうだね、これ重量半分ですけど、よっぽどこっちの方が背中に入る。あ、そう、スミススクワットのマシンでやる方がいいですよね。いいっていうか垂直のスミス、おすすめ。そう、何かっていうと、これさ、こっち向きで例えばやるとフリーウェイトじゃん。本当はここまでかけたいんだ、体重。あ、はい、でもここをやるとぶっ倒れちゃうから、はい、スミスだったらこうレールがあるから、はい、いくらでも後ろに体重かけられないんだ、こうやって、はいはい、そうするともっと効く、あとこれ4日かかりながら最後のフィニッシュだけやってみて。あ、はい、こっち側に、こっち側だったらできるからで、ガーンとここに体重、後ろ最後
クッてやるとめっちゃ入るでしょ。あ、痛い。ここまでできるんだよ、スミスが。そう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 、そこまで。いや、これそうすると規律までピシッと入る。いや、これやんなきゃ分かんないですね。やんなきゃ分かんない。ちょっとこれやったことある人ほぼいないと思うんですよ、スミスマシンで寄りか変えながら最後デッドフィニッシュするって、うん、でもね、フレックスビリヤードやってるから。へぇ、昔のトレーニングビデオありましたね。そうそうそう、そういうところで勉強してるのが結構東野選手の種目。上半身ランニング効いてる？効きますね。はい、じゃあありがとうございました。今日のあざみさんのその話を聞くと、もう明確に背中に効かせたい場合はこの可動域で、しかもこうだからだよみたいな、ですごく腑に落ちるというか、納得してちょっとデッドやりました、うん、普段だと200以下でセットとか組みたくないですけど、はい、これだともう200ぐらいがでもいいところ、うんなんでデッドで背中を鍛えたい方はちょっと今回の動画参考にしてみてください、はい、じゃあ今日非常に有益な情報ありがとうございました。はい、じゃあよかったら高評価ボタンとチャンネル登録コメントお願いします。で、あざみさんが今月からシャイニージムで、はい、パーソナル活動を始めたらしいので、気になる方はぜひ DM よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。